私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュー、明治座で会いましょう。唐郡川清の夢舞台花舞台から、清のネズミ小僧お清さんがどんな振り付けで歌唱されるのかしら。もうご覧になりましたか？それにしてもびっくり仰天のスーパー宙返りアクションもあって、ますますワクワクドキドキしています。29日に発売される美空ひばりを歌い継ぐ郡川清映像集は土日を挟むので、明日26日から受け取り可能と予約の際三夜楽器さんがおっしゃっていたので、早く見たい気持ちもあるのですが、29日に30日にリリースされる新演歌名曲コレクション5男の絶唱と一緒に受け取りさせていただくことになりそうです。23日のコラムで西寄東さんが、郡川清明治座公演のお芝居のお稽古の真っ最中の稽古場は和気あいあいと明るい雰囲気、やはり座長である清さんのお人柄が一座に出ているのでしょうと書いてくださっていますね。そして第2部のコンサートについても、明治座ならではの構成になりそうでとても楽しみです。ご動きたいですよと書いておられます。もう果てしなく期待してしまいますね。き、それでは以下は時計を2004年に戻して振り返っていきたいと思います。2004年、草笛の音次郎を演じ収めた清さんは休む間もなくテレビラジオに出演され、再びコンサートツアーもスタートしました。7月3日には銀座三越の屋上で浴衣で清のドドンパを踊るずんどこサンデーあっぱれ清の公開放送があり、炉の上で浴衣姿の清さんが清のドドンパを歌ってくださって、みんなで炉を囲んで踊るという楽しいイベントでした。立っているだけでも汗が流れ出る炎天下の中、7月7日にリリースされるバンバの忠太郎を炉の上で新曲のコスチュームであるダークグレー系のスーツ姿で披露してくださった清さんの姿は今でも忘れられません。イベントの最後ではファンとのハイタッチ会となったのですが、ファン思いの清さんですから、ハイタッチでは終わらず一人一人と手を重ねてギュッと握ってくださったので、清さんには握手するより重労働になってしまったのではないかしらと思ったのです。そしてこの日お母様が手術をされていて、清さんは心を痛めていらしたことをずっと後になってあるインタビュー記事を読んで知り、涙が止まりませんでした。翌4日には八王子市民会館でコンサートを昼夜開催され、この時のことは以前別の記事で書かせていただいておりますが、清さんのその目の前にはただ歌しかなかったというような命がけのステージを見せていただいたのです。そのエネルギッシュな歌声に清さんが肉体に変調をきたしているなどとは夢にも思っていませんでした。5日渋谷公会堂でのコンサートは清さんが体調を崩されて延期になったのです。清さんは7月7日がバンバの忠太郎の発売日ということもあって、発売当日は新曲のプロモーションのために朝からテレビに出演されましたが、まだ無理をされている様子が残っているように見えました。13日にはコンサート復帰、27日には NHK 歌謡コンサートに出演、8月に入ると2日に BS 熱唱心の歌、7日に思い出のメロディーと続き、31日には銀座三越の屋上で反感謝祭りを開催しました。26日には初めて名古屋の御園座でコンサートをされました。名古屋では中日劇場さんとのご縁が深い清さんですが、御園座さんともここでご縁ができているのです。そして30日には故郷福岡で開催された飛び夢国分祭りのオープニングフェスティバルに参加、清さんは開会式で君が代を歌ったそうです。皇太子様の前で歌った清さん、とても緊張されたと語っておられました。私は見に行かれませんでしたが録画を見ました。清さんが演じる旅人荒野に現れ、羽織っていたコートを脱ぎ捨てて純白の衣装を着た天使のような姿に変身すると、そのままクレーンで宙に舞い上がって歌い始めるのです。人生号という船のキャプテンに扮した清さん、
テーマソングの人生ゴージムサイゴーを歌って民衆と一緒に船出を祝うのです。ものすごい迫力でした。清志さんの無国籍、あるいワールドワイドな魅力に酔いしれたのです。この音楽劇は、プロのダンサーやパフォーマー、国内外の舞踊団や一般公募で選ばれた150名からなる非売組という劇団によって演じられました。劇団は半年間、稽古をして、清志さんが皆さんに加わって3日間で仕上げたのだそうです。清志さんは、みんなに助けられてみんなのパワーに後押しされて頑張れたと語っておられたそうです。そして全国5000人握手会を行い、この年は48カ所104公演を終えたのです。清志この夜ボル4では愛知万博のサポートソング、いつもみんなで手をつなごうを披露されました。さて2005年に入ると1月からコンサートツアーがスタート。3月2日から新宿コマ劇場で2度目の座長公演。清志の日陰のカズラ売り出す初恋道中が始まりました。3月2日から3月28日、新宿コマ劇場。郡川清志、特別公演、清志の日陰のカズラ売り出す初恋道中。この公演では、コマ友の会の会員のみ、電話での受付をしたのですが、一般発売は前回、草笛の音次郎の大混乱を避けるため、はがきによる抽選で発売となりました。なんと応募は約10万通だったそうです。この公演のコンサートの時に、新御三家、郷ひろみさん、西城秀樹さん、野口五郎さんの歌のメドレーがあったのですが、清志さんの歌う情熱の嵐があまりにも情熱的だったものですから、聴いていて思わず、ハーラッツ、とため息が漏れ、ほとんど恍惚状態でした。ショー、と隣の席の方に驚かれてしまった私でした。22年間、美空ひばりさんの公演の脚本演出をされてきた沢島忠さんが脚本を書き、演出してくださいました。前回演じた音次郎は架空の人物でしたが、日陰のカズラは歴史上の人物ということもあり、カツラをつけることになったのです。高松愛さん演じるお糸との恋の物語も盛り込まれて、愛すべき日陰のカズラが誕生したのでした。清志さんは、バカでおっちょこちょいで情けがあるところが自分に似ているという理由で、日陰のカズラを演じたいと思われたそうです。心優しくて涙もろく、人情に熱いちょっといいやつという役どころを目指して、自分なりの日陰のカズラを作りたいと頑張り、さらには盾の先生に何度も食らいついて、日陰のカズラの動きを自分のものにしようと頑張っておられたそうです。初日終了後の会見で、その出来栄えを50点と、これ、今日の出来栄えで100点をつけたら自分のプライドが許さないからとおっしゃったのだそうです。この千秋楽の日、3月28日から NHK で、清志とこの夜の放送がスタートしました。コンサートツアーが再び始まり、5月4日には明治座では初めてのコンサートを開催。郡川清志コンサート in 星明治座というタイトルで昼夜2回公演でしかが大盛況だったのです。15日には愛知九博でコンサートが行われ、このコンサートのことはまだきちんと書けていず、心苦しいのですが、3000組6000席に応募総数13万通、26万人の応募。よく当たったものだと時が経つほどにその思いを強くしています。会場のドームは屋根はあるものの壁はなく、感覚としては野外のようなもので、郡川清志コンサートとして野外で行うのはほぼ初めてということで、清志さんにとっても新鮮だったとのこと。そのコンサートは夢銀河で幕開けとなったのですが、その選曲は万博というグローバルなイベントのイメージから、清志さんがアイディアを出されたということを後になって知ったのです。翌6月は13日に、清志とこの夜の公開録画が NHK ホールで行われ、いよいよ7月30日からは中日劇場で座長公演が開催されました。7月30日から8月25日、中日劇場。郡川清志、
特別公演、清の日陰のカズラ売り出す初恋道中。劇場パンフレットに掲載されている清さんのメッセージがとても心に残るものでしたのでご紹介しておきますね。いつも温かい応援をありがとうございます。2年前の夏、この伝統ある中日劇場で劇場公演の初舞台を踏ませていただきました。汗と涙、そして熱い胸の高鳴りをまだ昨日のことのように思い出します。帰ってきました。再び、この舞台に立てることに心からの喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。この2年間、たくさんの先輩に接し勉強させていただいた中で、自分らしく自然体であることは、人一倍努力した結果に得られる余裕であるということを学びました。清の森の日陰のカズラ売り出す初恋道中、さらに氷川清らしい日陰のカズラを皆様にご覧いただけるよう頑張ります。何卒よろしくお願いいたします。氷川清。私はお盆の頃に中日劇場に見に行きましたが、清さんは絶好調に見えました。いつもみんなで手をつなごうをフルコーラス歌われていたのですが、清さんの手話それはそれは美しかったのです。できることならもう一度見たいと今でも思っています。そして思い出のメロディーには愛知九博の会場から生中継ぎで参加され、その時もお元気そうな様子でしたが、後半暑さが厳しかったこともあったのでしょう。大きくコンディションを崩されることがあったそうで、後になって清さんご自身がもう歌手を辞めることになるかもしれないと思う危機があったのです、とお話しされていたので、とても驚きました。もちろんそのことをお話しされた時にはもう大丈夫と笑顔だったのですが、このブログを始めてからある日の公演で清さんが声が思うように出ず、舞台で土下座をされ、西寄さんが止める一幕があったと教えてくださった方がおられました。私はそのことを知って泣きました。あのいつも優しい清さんの歌への誠実さ、そしてプロとしての誇り高さを知って、感動せずにはいられませんでした。と同時に一個月間、渾身の舞台を繰り広げることの過酷さを知ったのでした。氷川清。特別公演、清の日陰のカズラ売り出す初恋道中。私は、日陰のカズラの演じ納めにこだわって、千秋楽の実を観覧しました。ファンクラブでは撮れなくて、新歌舞伎座友の会で何とか撮っていただけたのです。清さんの日陰のカズラと別れがたい気持ちになりましたが、終演後の挨拶で、清さんは、ファンはもちろんのこと共演者やスタッフの皆さんにお礼をずっとおっしゃっていました。そして一個月間家を留守にして、清さんのために大阪で活躍してくださったマネージャーの上東さんへの感謝の気持ちを、上東さんが、と何度も名前を出され、舞台で語っておられた姿が印象的でした。きっと、感謝の気持ちが込み上げてきて、どうにも抑えきれなかったのでしょうね。格好をつけずに、そんな風に心に湧いた思いを言葉にされる、清さんのお人柄に触れ、またそんな清さんがそこまで感謝の念を抱かれるような共演者、スタッフに恵まれていることに、ファンとしてもありがたさと幸せを感じた瞬間でした。そしていよいよ3月15日に、一件をリリースされ、今年こそは日本レコード大賞をという意気込みをお話しされていました。公演中にデビュー6周年を迎えた清さんは翌月リリースされる新曲、一軒を新歌舞伎座の舞台ですでに歌っておられたので、取材の記者の方に一軒の抱負を聞かれた時に、10周年に向けたスタートだと思ってます。初心に戻りながらも新しいものを吸収して皆さんに喜んでもらえるように頑張ります。そして恋愛についても聞かれ、恋愛も仕事も自分自身を持つことが大切。相手に求めるのではなく、自分が変わっていかなきゃ、とお話しされたそうです。千秋楽の前日に大阪に行ったのですが、この時は友人の K さんと一緒でした。久々の大阪を見て歩き、夕方、新歌舞伎座に行ってみると、
ちょうど夜のブの公演を終えた清さんに遭遇したのです。それで前夜から気持ちは最高潮に達していて、清さんが利用されている新歌舞伎座近くのホテルに泊まっていたのですが、ドキドキしてなんだかよく眠れませんでした。この日の感想が当時の手帳に書き留めてあったので、手前味噌ではありますが、その一部を、声が伸びやかで疲れを全く感じさせず、千秋楽にふさわしい歌唱だった。花道での歌唱も素晴らしかった。この時は花道で歌う演出があったのです。新御三家の歌もこれで聞き納めでしょうか？歌謡ショーが終わった後の出演者の方たちの千秋楽の挨拶まで、清さんは涙をこらえていた。本当に男らしくなりましたねとおっしゃった西寄さんに同感。前回のようにこんなに泣かれてどうなってしまうのかしら、なんていうことはもうないのでしょう。それだけ多くの修羅場を乗り越えてきたからこその成長であり、清さんは普通の人の数十年をこの数年で一気に駆け抜けてこられたに違いない。私はそんな清さんにどんなにか励まされてきたことか、改めて感謝を捧げようと思う。清さんはウェブで連載していたオリコンスタイルのドキュメント氷川清で、新宿コマ劇場、中日劇場、新歌舞伎座での3公演を振り返って、たくさんの皆様にお越しいただき応援していただいて感謝の気持ちでいっぱいです。皆様、本当にありがとうございました。自分からお願いして実現した、清の日陰のカズラでしたが、セリフ、立ち回りと思った以上に大変でした。昨年3月の新宿コマ劇場、8月の中日劇場、そして今回、新歌舞伎座と3劇場目。公演中は苦しい時もありましたが、今回は日陰のカズラ最後の公演ということで、何かスーッと肩の力が抜けた感じがして、本当に楽しんで演じることができました。自分にとっては、どの劇場での公演も、一つ一つ思い出があって、苦しさを乗り越えたからこそ得るものがあったのだと思います。と語っておられたそうです。毎公演、迫力あふれる演技を繰り広げておられた清さんは、どんと膝をつくシーンのため膝にはあざができ、生傷も絶えなかったでそうで、まさに身体を張った命がけの公演でしたが、ライブならではのハプニングも起こったのです。オリコンスタイルで紹介されていたエピソードの一つですが、日陰のカズラがお嬢さんにお寿司を勧めるシーンで腰に巻いたお寿司の風呂敷包みを下ろそうとした時、うっかりしてボロッとお寿司をいくつか下に落としてしまったことがあったそうです。それも握り寿司なのになぜかゴトッという重たい音がして、ショー。それに気づいた観客が大爆笑する中、清さんは座長の貫禄で焦ることなく、丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。